は台湾のイゴキオーストラリア生まれ、台湾出身、台湾棋院所属、七段。英語名は、ジョアン・ミシンガム。第1回九流三平、聖杯世界女子囲碁選手権、準優勝、女子学校域最強戦三連覇など。オーストラリアのブリスベンで、オーストラリア人の父と台湾人の母の間に、生まれる。2年上の姉がいる。4歳の時に、 台北市に移り、6歳の時に囲碁を学び始めて、週家平に支持、8歳の時には、林政権に学ぶ。2004年に、王将期科域教育基金会青オエに入り、国際アマチュアペア語選手権大会出場。2005年に、世界青少年囲碁選手権大会に、台湾代表として出場、3位入賞。父親の仕事の関係で、 アメリカのカリフォルニア州サンディエゴに移住。2006年、台湾女子オープン戦優勝。2007年に、武漢の玄久母星のもとで2ヶ月間学び、中国の入団戦にも出場する。2008年、トヨタデンソーハイ5世界王座戦のオセアニア、地区予選優勝。同年、天津の呉のもとで3ヶ月学び、入団戦で2位となって14歳で入団を果たす。また、 1> 第1回ワールドマインドスポーツゲームズでオーストラリア代表として女子団体戦ベスト8、女子個人戦ベスト8。2009年に北京の中国キーンで3ヶ月間学ぶ。2010年に台湾キーンに初段として所属、ペア後、ワールドカップに台湾代表として習俊君とのペアで出場し、ベスト8。同年勝ち星規定で2段昇段。 同年九流三平聖杯世界女子囲碁選手権で準優勝し、これにより翌年1月に五段に飛び昇段、台湾金初の女流での高段者及び最年少入団から最短での五段となる。アジア競技大会では男女ペア後に周俊君とのペアで4位、女子団体戦で銅メダル獲得。国内賞金ランキング7位、女流1位。二千十一年、 企用戦で女流初のリーグ入り、国主戦、リーグ入りし5勝2敗の3位で、周春君と残留決定戦に勝って、リーグ残留、関温杯新栄馬連戦4位、資源杯戦、ベスト8、五星戦ベスト4、美保杯プロ過去域戦ベスト4、第一期女子名人戦リーグ7から3で、同率2位。賞金ランキング6位、女流1位。2012年、 台湾金ー女流騎士、対外棋戦出場順位戦リーグでは5戦全勝で1位。18の誕生日翌日に勝ち星規定により6段昇段。2013年演技リーム105敗世界、囲碁オープン戦本戦出場。2014年玉子を倍世界囲碁団体選手権に、オーストラリアチームで出場。2015年5生戦ベスト8、台湾女子囲碁最強戦優勝。 2012年から13年の中国全国、学校行き女子団体戦では、三等祭路番ーチームで出場、2014年から中国女子学校行き高級リーグ戦にアモいチームで出場、2015年韓国女子囲碁リーグにリンヒズミチームで出場。国際棋戦国内棋戦その他日本での主なテレビ出演。ありがとうございます。